ミュンヘン国際音楽コンクールは、ドイツ公共放送連盟主催で、毎年ミュンヘンで行われている国際音楽コンクール。ミュンヘン国際音楽コンクールは1952年に第1回が開催され、2006年で55回目を迎えた。世界の権威ある国際コンクールの中でも、歴史と伝統のある難関なコンクールとして知られている。このコンクールは、第一回目は、 ピアノ部門のみで開催されたが、1953年の第2回目以降は、声楽、ピアノ、バイオリン、ピアノデュオ、バイオリンピアノデュオ、木管楽器、金管楽器、打楽器等から4から7部門を設定して行われている。同コンクールの管楽器、打楽器部門は、ジュネーブ国際音楽コンクールと並んで最高の権威を持っており、入賞者からは、ハインツ・ホリガー、 ペーター・ルーカス・グラーフ、カール・ライスター、クラウス・トゥーネマン、ヘルマン・バウマン、モーリス・アンドレ、ブラニミール・スローカー、ラデク・バボラーク、ペーター・ザ・ドロ、吉原・スミレなど、世界的な演奏家を輩出している。2005年に行われ、日本人が1位と2位を占めて、話題となったバイオリン部門は、1953年から2005年まで、延べ17回開催され、1958年から、 入賞順位が付けられるようになった。1958年以降の開催数は15回になるが、その歴代入賞者の中で1位受賞者は日本人2名、ポーランド人2名のわずかに4名であり、ほとんどの年が1位なしの2位、3位である。バイオリン部門はなかなか1位が出ない、特に難関な部門である。しかし、近年はコンクールそのものの方針転換により、 審査の厳格性は大幅に緩くなっている。日本でミュンヘンドイツ放送コンクール、ミュンヘンコンクール等と呼ばれることがあるが、他にもミュンヘンコンクールとしか呼びよ用のないイベントもあるため、少し注意が必要である。ありがとうございます。